んでる結構ロングラインだね。でもまあ、それ食べるでしょ、絶対食べるでしょ。食べます。松本シェーバーイ。バナナ、まあそうだよね。ノースショアはリピピアリ。そうだね、ノースショア絶対来よう。来た時もね、楽しい、めっちゃうまそうだな。うん、うまそう。ポン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 。それでは念願の松本シェイブアイスです。まずはレインボーから。ここの状態で来るんだね。うん、いただきます。どうぞ。うーん、あ、美味しい。うまっ。ブルー、ブルーがパインかな。そうなんですよ。あ、ブルーがパインだ。うん、何これ、トリッキーだね。うん、トリッキーだね。ブルーハワイで育ってるからね。キメが細かいのに、うん、硬いっていうのもなんかありだね。食レポうますぎない？やっぱりレモン、レモンこれ。うん、さすがアイスラバーだけあるね。まあ、いくらでも食べれそう、うん、はい、じゃあゆたちゃんの選んだフレーバーです。多分ね、ウォーターメロンがオレンジだと思う。はい、スイカでしょ。うん、それピーチじゃない？違う、バナナ、スイカかな。ワーメロン。あ、it must be peach right? はいはいはい、ウォーターメロン美味しい。うん、what's your favorite among cheats? ウォーターメロン、うん、アイスが入って美味しい。あー、いいね。夕日を見に晴れ岩アリービーチパークに来てました。うん、 YouTube? No. No, no YouTube. YouTube. あ、いいね。次来た時にさ、サーフ&シーでサーフィンスクールやる。40何ドルだったよ。あ、落ちる落ちる落ちる。あ、落ちた。落ちた。晴れ岩のサンセットでした。楽しかったね。楽しかった。うん、カメさんも会えたし。カメが見えたのが楽しかった。うん、じゃあ、ゆたちゃん、カメ様にバイバイして。バイバイ。カメさんにバイバイです。アリービーチパークを出まして、今から晴れ岩。そうだね、俺もそこ覚えてねえ。向かってます、うん、よかったね、晴れは。そう、よかった。まさかのスイートアートルがいたというね。急にここまで来たからです。あと1分で着くので、バイバーイ。バイバーイ。
はい、タレイバビーチハウスに来ました。ここからかな、あ、ここからか。ここは 何屋さんでしたっけ。何でもあるんだけど、うんうん、マヒマヒのソテーとか、改めましてお疲れ様でした。どうでしたか今日は。楽しかったけど、うん、長い一日だよね。また長かったね。短いのも長いのも、うんうんうん、車があるおかげで何でもできちゃうよね、ある意味。反面辛いのはゆたちゃんが車余裕する中ナビをしなきゃいけないっていう。こんな長い車乗ったからね。そうだよね。連続してね、1時間でも私の中で辛いらしい。そうだよね。でしかもね、あのハワイの高速道路の辛いところはパーキングがないんですよ。あ、途中でトイレ行きたいなとか、ちょっと休憩したいなとか、無理なんですよね。だから多分1時間ぐらい我慢できるだろうの精神だと思うんだよ、ハワイの人からすると。だからまあいろいろと、まあ、そういうデメリットもあったので、ね、苦しいね。気持ちが悪いよね。